小杉博士は、ウェザーマップ所属の気象予報士。東京都目黒区出身。血液型は、O 型。立教大学法学部卒業後、一般企業に就職。2012年3月に4度目の試験で、気象予報士資格を取得。テレビ局での制作ディレクターを経て、2013年8月より、ウェザーマップに所属する。2014年4月から約1年。 東京 MX、東京 MX ニュースの気象キャスターを務めた。東京 MX の公式 YouTube では、深掘り、コーナーに出演して、天気や気象予報に関する話題を解説している。当時の動画が何本か公開されている。2015年5月から、宮城テレビに気象キャスターとして出演。その中の一つである、ローカル番組、をバンデスの共演者から、 同番組に出演しているタレントの A ・ミネに声が似ていると言われる。生活に役立つ情報を発信するコーナー、小杉の世話焼き天気が視聴者から高い人気と支持を得ている。好きな食べ物は炊き込みご飯やピラフ、パエリアなど味のついたご飯料理。苦手な食べ物はキュウリ、メロン、シソなどの香りの強い葉、内臓系。趣味はバイク、トロンボーン、野球観戦。 愛車は、ドゥカーティの ST4。バイク好きが講じて A 出版社のバイク雑誌、土うウ人から取材されたり、同志にコラムを寄稿したことがある。プロ野球は、オリックス・バファローズのファン。落語家の9代目、春風亭流氏は兄にあたる。ありがとうございます。